回の食材はこちら、パセリです。今回パセリを使った料理を教えてくれるのは尾崎真由美先生です。では早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういった料理を作っていきますか？旬のパセリで、2種類の、お料理を作ります。はい、よろしくお願いします。今回作るのはパセリのアーモンドセサミナムルと茎のスープ。材料はご覧の通りです。ではまず最初にどのようにしますか？はい、パセリをですね、今日2種類作るんですけど、まず葉っぱと茎に分けて葉っぱのお料理と茎のお料理を作ります。はい、最初に作るのはパセリのアーモンドセサミナムル。まずパセリを水でよく洗い、茎と葉に分けます。でここら辺から切って、はい、いきます。続いて熱湯に塩一つまみを入れ、パセリを5秒ほど茹でます。あまり茹ですぎるとベチャっとしてしまうので、もうこのくらいでいいです。そして水で洗い、色止めし、水気を絞って食べやすい大きさに切ります。少し大きいようでしたら、ね、食べやすい大きさに、はい、食べやすい大きさに切っていただければもうこんな感じなのでいいと思います。はい、器に今回主役のパセリとニンニク、だしの素醤油、メープルシロップ、ごま油、クラッシュアーモンドすりごまを入れてよく混ぜます。冷蔵庫で保存する場合はちょっと味付けを濃くしていた方がやっぱり野菜からの水分が出ますので、しっかりちょっと濃ゆいかなぐらいで構いません。先生いいですか？はい、十分混ざってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、1品目が完成しました。はい、完成しました。2品目はパセリの茎を使ったスープ。先生どうしてこちらの茎を使うんですか？魚買った時にアラを捨てるのがもったいないので、臭み消しだったりとかによく使います。で今日はとてももったいないので、こちらでお出汁を、いいお出汁を出して、で新玉ねぎとパセリの葉っぱでスープを作りたいと思います。お出汁も出るんですね。はい、まず 350cc のお湯に茎を入れます。弱火でですね、はい、5分ぐらいしたら取り出します。はい、はい、茹でてる間に何か作業ありますか？はい、そうですね、普通の玉ねぎ、こちらをスライスしていきます。じゃあ今回の主役のパセリはどうしましょう？はい、パセリはもう適当な大きさにみじん切りでいいです。はい、はい、パセリを刻むとすごくいい香りがしますね。そうですね。パセリの茎から出汁が出て色もすごく綺麗ですね。綺麗なこうグリーンが、はい、いいお出汁というかエキスが出てきてますね。その後茎を取り出し、新玉ねぎ、コンソメ、塩コショウを入れて玉ねぎがしんなりするまで煮込みます。わあ先生、だいぶ玉ねぎがくたっとしてきましたね。そうですね、透き通ってきたので、じゃあこの刻んだ葉っぱを入れていきます。主役のパセリを、はい、でもう30秒ほどで火を止めていただいて、出来上がりです。はい、はい、緑がとても鮮やかなナムルとパセリのエキスがたっぷり出た香り豊かな茎のスープができました。まずはナムルからいただきます。美味しいです。パセリの香りが口いっぱいに広がって、またごま油とお醤油が入っているので、風味としてはおひたしのような感じなんですけれども、やっぱり主役のパセリがとてもこう香りが強くてですね、とても楽しめる一品だと思います。では続いてスープをいただきます。いつもあなたに優しい味で美味しいです。とても新玉ねぎの甘みとですね、パセリの葉っぱの部分を刻んで入れているので、その香りが相まってですね、とても優しい味に仕上がっています。今回の料理はパセリがメインになるレシピですので、ぜひ楽しんで作られてください。